はい、こういう速いテンポの曲ですね。こういう速いテンポの曲の時に、このシンコペーションっていうのが連続で出てくると、ものすごくみんな混乱して、今どこにいるのか分かんなくなりがちですね。これめちゃくちゃ大変です。で、ぶっちゃけシンコペーション全部しなくても平気です。もうドッタンドトタンでずっと行き切ってれば全然平気なので、そのまま行き切っちゃいましょう。だけど合わせれるんだったら、実はそんなにバリエーションはなくて、シンコペーションするときはスネアとクラッシュ、この形は絶対いつも一緒なんで、その後は必ず着地するときは必ず足両手なんですよ。これしかないんですね。なので、例えばこことかだと、ここシンコペドッタクラッシュするとこでしょ。で、着地するときはバスはスネアでしょ。ずーっと一緒なんですね。で、一番最後に着地するときはこれと一緒なので、なので全然そんな難しくないです。慣れてしまえばね。で、まずはドッタンドトタンで、こういう時はこのダウンアップは、まあ入れれるとこだけ入れればいいので、全部ここ外しちゃってもいいです。なので、ドタドー、足両手ドー、これ踏み切りね。踏み切りの時にここのスニアの時にハイハット入れる人いますけど、すごく焦った感じなんです。なので、ゆったりでしょ。余裕が出た感じ。だから上手い人の感じがするので、シンコペーションするところの手前のスネアはハイハートなくていいです。なので、こうやって叩けるようにしておきましょう。そしたらこれの位置が、これね、ジャンプするときこれよくやるんですが、もうこの形で覚えましょう。ドンドンスネアクラッシュ。これ途中で明日にも出てくる、明日もとかにも出てくるし、もう本当にハイウェイスターとかもしょっちゅう出てくるし、とにかくいろんなとこで使えます。で、ここは同じでしょ、ここは一緒でしょ。で、着地した時に最後の着地だけこの両手になる。それ以外はもういっぺんジャンプしなきゃいけないから、で、このドードタドードタが2個で1小節だから、まあ数数えながらやるとかして見失わないようにしてください。で、ここのバスドラ、このジャンプして着地はスネアなので、スネアの手前にバスドラクッションであるだけなのね。なので、なくしてもいいです。ただこれ意外とこのみんな待てなくて、ここにバスドラがある方がタイムがずれにくいんですよ。なので、こっちの方がむしろ感じ方としてはいいと思います。ただこれ、こういうふうにしたら、このバスドラの、そのスニアの手前のバスドラ入れたり入れなかったりすると、なんかこう自由に暴れてる感じがして、だからあってもなくてもいい。だから変えれるのは、ここをドーンって僕は呼んでるんですけど、ここはタムにしてもいいのね。これ今ハイウェイスターを歌いながらね、ディープパープルのやつやったんですけど、今みたいにこれ実際原曲がこんなにバリエーション使ってないですが、こういうふうにバリエーションするとポップスらしくなるんでね。で、これはもう要は骨格的にはもう初心者的にはもうこっちでもいいかなと思うんですけど、できたらこっちで覚えてほしい。この方がタイムがこの早くならないのね。みんなここを待ちきれない、1拍半伸ばさなきゃいけない、待ちきれない。足が1個あった方が、そこを入れなきゃいけない方がリズムがなんか戻ってきやすいので、まあやりやすい方でやってもらって、こっちかこっちで練習してもらって、で、できる人はこういうのでこうバリエーション入れていくと、で、最悪できない人はシンコペーション無視しましょう。シンコペーションは全部無視しても成立するから。僕のね、同期だけど、いろいろ教えてた、はたくんで東京事変の子とかね、あの子はもう本当に学生の頃とかもう全部シンコペーション合わせないの。ただスネアの4とこもグルーブしてれば全然平気なので、彼はそういうこう
ね、リンゴちゃんにもドラムマガジンで書かれてたけど、彼のスネアの人形にやられます。スネアがすごい溜まっててめちゃくちゃ音色かっこいいんですね。だからすごいこうロックな感じがする。シンコペーションをこちょこちょ合わせなくても進行感、要はシンコペーション一緒に飛ぶとこうジャンプ力一体感は増えるけど進行感は減るのね。なのでみんながシンコペーションしてるけど俺はもう進行感重視っていうふうに思ったら全部なしでもうまくいくんで、ただここは合わせてねって言われたとこ合わせなきゃいけないんで合わせれるようになっていきましょう。こうシンコペーションの場所ここは合わせなきゃいけないっていうのはシンコペーションに関してはここの場所が決まったら手前スネアだし、で着地の場所はこうなるし最後の着地はこうなるし、だからこれをはめ込んでいくだけです。だから3つぐらいしかパターンがなくて、そのパターンをこうはめ込んで作っていくだけなのでそんなに難しくないので、シンコペーションこの譜面は全部できるようにしてみてください。頑張ってください。